ちょうど来たようね。私は近人交渉会と商談をするために来たのだけど、あなたたちが先に話すといいでしょう。会長は皆さんの努力に十分感謝しているし、何を聞きたいかも知ってるわ。不当の拡張についてはカンパニーのやり方と本質的には同じで、近人口の特色を壊してしまうと会長は考えているの。近人口は人情味にあふれた場所で、美食街や古い書が骨董のお店は地元の住民と観光客を中心に成り立っている。それこそが近人口の個性と魅力なのよ。歴史的な数値を見てみると、このまま開発していけばここは大型倉庫になってしまうわ。物流が増えれば増えるほど観光客が減少していくの。それは近人口の店舗と地域社会にとっては受け入れがたいことよ。私はあんまり勉強してないけど、騙そうとしてない？本当にそうなっちゃうの？では今度は私の番ね。多くの店舗から連名で紹介の開祖の要請が天白市に来ているの。つまり店舗の人々はあなたが紹介の会長の座から退くことを希望している。近人口の店舗の人々もいつの日か私を裏切るとは思っていたが、私は自身が近人口のために作り上げた情景を諦めたりはしない。この座を退くなどもってのほかだ。これって会長の声？私は紹介の決定に干渉するつもりはないわ。ただ給油として忠告させて。近人口は過去じゃなくてずっと今ここに存在しているのよ。玉、今は往々にして過去からできている。違うだろうか。あなたは店舗の態度を軟化させるために少し譲歩するべきよ。例えば名機たちの意見を取り入れたり、彼女にあなたの職務をしばらく任せたりするのはどうかしら。名機、あなたの意見を聞かせてくれないか。会長、私は近人口の事務的な権力を握ろうとしているわけではありません。私は幼い頃からここの繁栄を思い描く会長の話を聞き、それを実現しようと努力しています。ただ今は私たちの考えがぶつかってしまった。わかった。しばらくの間明記が私の職務を代行するのを受け入れよう。しかし明記は施策について述べて私を説得するだけでなく、店舗の前でもそれを行い認可を得なければならない。自信があるならそれぐらいできるだろう。はい、私は全力を尽くしてみせます、会長。忘れないように、あなたたちが私に取って代わろうとも危機は変わらず目前に迫っている。少なくとも入札保証金を稼げてこそカンパニーをくじく機会を得られるのだ。よろしい。会長が決定を下したのなら、私が公開会議の招集を行いましょう。あなた、それから明記、二人に用事があるの。今の話が終わったら私に会いに来てほしい。玉空様が私たちを呼んでいましたね。行きましょう。会長はここにいるわ。自分で話せるのに私を伝言係にするなんて。会長って
本当に頑固だね。話が戻っちゃうけど、不当の開発を続けると本当にカンパニーと同じになっちゃうのかな。カンパニーと提携をして青函貿易で一気に人気になった地域が銀河の中に多くあるって聞いたことがあるよ。多くの店舗が地元の紹介に反対してカンパニーを支持してるけど、それも納得できるの。何せよ、金人口の主は紹介でもカンパニーでもなくて、そこに暮らしている人たちだよ。私は大したことを言えないけど、ただ店舗の意見をもっと聞くべきだと思う。勇気から話は聞いているわ。あなたは商業顧問として金人口の立て直しに協力しているそうね。あなたにできないことは何かしら。そんな風に考えてしまうほど多彩で多芸ね。それは私も苦手よ。会長はかつて金人口の繁栄を実現させた金人口の英雄だったわ。でも英雄とはいえ、永遠に人々に支持されるわけじゃない。そして私はカンパニーのやり方も知っている。彼らは効率にこだわり、全銀河に統一された商業模範を広めようとしているの。私は無理やり事業を推し進めるのは選手を軽視していることになると彼らに忠告したけれど、残念ながら地元の紹介は保守的すぎる。率直に言わせてもらうわ、今の金人口紹介に勝ち目はない。でもあなたたちは紹介でもカンパニーでもないでしょ。だから第三の可能性になれるのよ。私としては同工房に行ってみることを提案するわ。ショウ親方は紹介の回数を申し出ているの。彼から認められればより多くの店舗の支持を得られるはずよ。ありがとうございます、玉空様。紫神宮にはまだ処理すべき業務があるから、ここから先はあなたたちだけでやるのよ。年寄りたちにあなたたちこそが新たな英雄だって理解させなさい。お客さん、物の修理をしたいのが、ここならあんたの機構を新品同然にしてみせると保証しよう。だが種族の民の科学技術の場合は、まずどの世界のものかを見る必要がある。小親方、私は紹介の秘書を務めている明記と申します。あなたに相談したいことがありまして。話すことなどない。俺はカンパニーを支持している。その理由を教えてくれる？帰ってくれ。思い当たることはありません。
まずはここを離れましょう。そこの方々、少しお待ちを。どうやら父が皆さんを困らせてしまったようですね。私の名前は召喚、近所の人たちからは坊ちゃんと呼ばれています。皆さんは公衆の面前でスコート代表に謝罪させた方々ですね。近人口のために身を挺し、礼儀正しく他人を尊重してくださる、本当に素晴らしいと思います。それでどうして突然父に会いに来たんですか？不当には様々な店舗の協力が必要です。私たちはお父上にご協力をお願いしたかったんですが。父はすでに拒否していますよね。お父上が紹介の階層を求めていると聞いて、その理由を尋ねようと思ったんです。こうしましょう。私が何か方法を考えます。よかった。あんたの父さんって本当に頑固だったからね。父のような上の世代の職人は大体あんな風に頑固なんです。そうだ、皆さんが父の店に弟子入りするというのはどうでしょう？父はメンツを重視しますから、皆さんが腕の立つ弟子になって頼めば、その誠意を見て態度を変えると思います。私たちが自ら手伝えば父は応じざるを得ないでしょう。行きましょう。皆さんを弟子としてご案内します。父上、紹介の友人が弟子入りしたいと言っています。早速皆さんに作業をしてもらいますね。バカを言うな。お客さんに失礼なことをさせるんじゃない。あのな、銅工房の状況を知っているだろう。新しい弟子を雇う金がどこにあるんだ。だから私が父上の代わりに探してきたんです。何を言ってるんだ。修理できないのはまあいいとして、彼のような見習いが万が一お客さんのものを壊してしまったら、俺が弁償しなければならないだろう。銅工房の看板に泥を塗ることになるんだぞ。なら逃げたりせず、しっかりと話し合ってください。父がうなずいてくれたようなので始めましょうか。ちょうど常連客が壊れた機構を持ってきたので、修理の腕前を披露しましょう。大丈夫ですよ。また私が仕事を見つけてきましょう。はあ、全く腹の立つやつだ。父上、皆さんは私たちの代わりに仕事をしてくれたんですよ。給料をケチるわけにはいかないでしょう。来てください、こっちです。ここに玉鳥があるので、試しに修理してみませんか？父上、ただ見てるだけじゃなくて弟子を指導してくださいよ。分かった分かったから、あんたたちが来た理由は知ってる。頼むから、もうお客さんのものを修理するな。あんたたちがもう触らないのならそれでいい。それで何について聞きたいんだ？俺も長く商売をしているからな。会長は旧友と言えるだろう。
カンパニーの提案にはたくさんの可能性があった。だがあの骨董品は過去が残した死水だ。奴の望みは実現しない。不満？いや、ないな。ただ俺が頑固なだけだ。頑固であることは先週人にとっては日常だ。数百年も生きると毎日同じ道を歩き、同じ仕事をし、同じ人と会話することになれる。多くの人間はそんな生活に満足しているんだ。だが頑固さで言えばあの骨董品、いや会長は俺に決して劣らない。むしろ勝っているくらいだ。奴は俺より長く生きていて、金人口が栄えていた頃を目にしている。当時は精査が行き交い、金人がひしめき合っていた。だがひとたび泉州が巡守を始めると、遠くの聖域まで航行し、もともと交流があった行商人たちの往来も途絶えてしまう。そう思っているのは会長だ。会長は金人口が栄えてた頃を取り戻したいと考えている。だが俺たちのように店舗を営む者には分かるんだ。時代は変わる。誰がどんなに努力したとしても時代の変遷を逆転させることはできない。だから俺はカンパニーの案を受け入れた。金人口が消えたとしてもラフには代わりになる市場があるからな。でもカンパニーが約束した未来に銅工房は存在するの？さあな。銅工房はおそらく残らないだろう。だが俺は後悔しない。良き歳月は過ぎ去った。長命氏は事実を、短命氏が自分たちの土地に手を加えるのを、余市が貨物輸送用の不当に変わるのを受け入れることを学ばねばならない。そしてわずか数十年しか生きていない野心家たちが、俺たちのように長く生きてきた老いぼれに勝ることを受け入れる必要がある。小親方、私たちに協力してみない？ちょうど明輝が紹介を変えるために頑張ってるんだ。私たちは会長とは違うよ。あんたたちが紹介を変えようとしている？この方たちは以前不当でカンパニーの代表と論争をしていました。その光景を見て紹介は変われるかもしれないと私は思ったんです。今の紹介の実力を考えれば、やはりカンパニーが勝つ可能性の方が高いだろうな。俺はすでに金人口が必ず存在しなければならないという執念を捨て去っている。だがあんたたちが勝つ可能性も否定したりはしない。好きにやってみるといい。東工房が金人口復興計画に加わってくれるなら、きっと多くの人が影響を受けるはずです。ああ、あんたたちがどこまでやれるか俺に見せてみろ。小親方が金人口復興計画に加わってくれるなんて、今からでも遅くありません。物流計画を始めましょう。これからも楽しく協力し合えることを願っています。皆さんお疲れ様です。私は用事があるので先に埠頭に戻りますね。
も怯えず大声で叫ぶ。相手にすることになった玉空様はどうやってそれらの族を掃討してみせるのか。続きはまた次回。王族は14人、山の斜面に沿って登ってきている姿が見えるではないか。玉空は息を殺して固唾を飲んだ。数えると王族は14人、山の斜面に沿って登ってきている姿が見えるではないか。彼女は目を開けるのすら億劫で、物音だけを頼り弓を目いっぱい引いた。矢の音だけが聞こえ、十数人のアナイアレイトギャングは皆地面に倒れた。